ジョイン緊急事態です。グッズ買ってください、吉田です。動画の中でチラ見せし続けてきた20万人突破マウスパッドの販売を開始したので宣伝します。ツイッターアンケートで何枚必要か聞いたところ1000枚というご意見が多かったので数十万かけて1000枚もマウスパッドを製造。でも冷静になって考えると1000枚も売れねえんじゃねえかと心配で夜も眠れません。吉田を助けると思って買ってくれ。よろしく。 動画の中で何回も登場しているし、無料壁紙として配布しているので知っている方も多いと思いますが、今回製造したマウスパッドがこれ。マザーボードに憑依したトラブルお化けを吉田が撃退するというそんな感じですね。素材はゲーミングマウスパッドとかによく使われているサラサラした布製です。耐久性は若干低いかもしれないけど、使い勝手は抜群にいいと思います。適度な抵抗があるので、あーって滑っちゃうこともないです。 触り心地はいいですよ。まあ低コスト重視なので若干クオリティは低いですけどね。1枚499円。送料は複数買っても多分400円。小ロットで899円を実現するために微妙に端っこが雑です。1000円を切りたかったのでこの辺は許してください。注意事項が販売ページに書いてあるのでそれも読んで納得した上でご購入お願いします。ちなみに予想よりクオリティが低かったので599円で販売しようとしていたんですが499円に値下げしました。 全部売れたとしてもあんまり利益ないです。ご安心ください。裏面はゴム素材なので滑らないです。サイズはだいたい 230×190mm です。普通のマウスパッドとしてはちょっと大きめかもしれないです。マウスパッドは1000枚作って、うち250枚がトラブル対応用として家で保管しているので、750枚程度の販売です。残りは販売するかもしれないけど、再生産はしませんのでご注意ください。 その他にも同時発売で色々と用意しています。色々あるので欲しいと思ったものがあればぜひご検討お願いします。例えばマスキングテープ。シャレオーツ用のマスキングテープですが、マスパッドと違って受注生産品なので、ちょっと値段が高いのが欠点。結構いい感じだとは思いますけどね。デザイン費用もかかっているので50個くらい売れないと赤字ですが、まあ多分そんなに売れないので大赤字確定。 アクリルキーホルダーも無駄に3種類用意してあります。今のところ人気なのは中央下の名言集ミニってやつですかね。個人的には右上のマスキングテープデザインが好きですけど、長細いやつの方が実用性は高いです。かさばらないので。 モバイルバッテリーなんてものも一応あります。5000mAh で3180円なのでコスパ悪いですけど、まあ学校とかで使うと目立っていいんじゃないのあと実用性が高いところで言うとマグカップ。前回も違うデザインを販売しましたが、マウスパッド以外で一番売れたのがマグカップです。普通に家で使えますからね。ちょっと小さめなのが欠点ですけど。 ステッカーは2種類。ダメですと破産撃退シールです。パソコンに貼ってもいいし、車に貼ってもいいと思います。ラミネート加工されているので、水分にも一応強いみたい。ちなみに黄色い破壊撃退シールのが売れてます。目立っていいのかも。あと T シャツですね。イベントにお使いください T シャツです。この超目立つ T シャツを着れば注目の的です。利益はほぼゼロの激安価格に設定してあります。ぜひこの T シャツを着て、秋葉原のパソコンチョップを巡りましょう。 ま、あ出禁になるかもしれないけど、話のネタにはなるはず。マジでこれ着て外に出たんなら、ツイッターで教えてくださいね。ちょっと気になるので。一応、かっこいいタイプも用意してありますので、実用性重視の方はこっちも検討してください。イラストを描いてくれている赤根大佐さんがキモい吉田イラストを頑張ってかっこよくしてくれました。赤根大佐さんのツイッターは概要欄に書いてあります。クオリティ高いので何かイラストが必要な方は依頼してみてはどうでしょうか。もちろん優勝だと思いますけどね。 ちなみに値段が違いますが、白は安いんですよね。黒はなぜか高いです。白黒はその中間。よくわかりませんが、そういうもんみたいです。その他にもあと3種類あります。ウィンコデザインで外を出歩くのも面白いかもね。勇者です。ということで、グッズ販売を開始したので、ぜひご検討お願いします。特にマウスパッドは在庫を1000枚も抱えているので、買ってもいいよという方はマジで買ってほしいです。 その他はイラスト製作費を回収しないと赤字になるので、もし欲しいのがあればぜひ買っていただけると嬉しい。利益はあんまり出ないと思いますが、万が一そこそこの利益が出たら全額ロマンあるパソコンパーツ購入費用に回しますね。販売期間は未定ですが、ある程度経ったら販売終了予定です。販売終了時点でいくら利益が出たのかはまたご報告します。概要欄に販売ページのリンクがあるので、マージでよろしく。以上です。